防衛大臣の岸信夫です令和三年の年頭にあたり自衛隊の全隊員諸に対し新年のお喜びを申し上げます国民の命と平和な暮らしを守り抜くこの崇高な使命を全うするためこの年末年始を含め24時間365日数多くの隊員諸君が一瞬の隙もない警戒監視を続け いかなる事態が起ころうともすぐに万全の対応が取れる体制を維持しています。もちろん国内だけではありません。灼熱のソマリア沖アデン湾においても中東地域や市内半島においてもまたそして極寒の南平洋においてもご家族のもとを離れ実直に 任務を遂行している隊員諸君がいますまた、昨年は台風や豪雨のような自然災害に加えて鳥インフルエンザなどの家畜伝染病新型コロナウイルスも猛威を振りましたこのような中にあって隊員諸君は度重なる災害派遣活動において自らの危険を顧みず真っ先に現場に駆けつけ 先進的な救助活動や被災された方々の心に寄り添った生活支援を行いましたそれぞれの持ち場で強い使命感と責任感を持ち日々全力で自らの職責を果たしている全国25万人の隊員諸君のことは私は片時も忘れることはありません防衛大臣として に心からのの敬意意と感謝の意を表示します私が防衛大臣に着任して早4ヶ月になります。この間に様々な報告を受ける中で我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさと不確実性を増していることを改めて実感しています。北朝鮮は我が国を射程に収める弾道ミサイルを 数百発保有している状況に全く変わりはなく弾道ミサイル等を相次いで発射することで関連技術や運用能力の向上を図っていますこのような活動は我が国として断じて感化できるものではなく国際社会全体にとっても深刻な課題ですまたますます手法を巧妙にしながら 国連安保理決議の違反の背取りを含む違法な海上活動を継続しています。そして中国は透明性を欠いたまま継続的に高い水準で国防費を増加させ軍事力を広範かつ急速に強化し我が国周辺海空域における活動を質量ともに 急速に拡大・活発化させています新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により国際的な協調,調連携が必要な中において中国は依然として我が国周辺海空域における活動を活発化させている状況は断じて見過ごすことはできません。さらににゲーームチェンジャーとなり得る最先端技術の開発に 各国が注力するなど目まぐるしいテクノロジーの進化が安全保障の在り方を根本的に変えようとしています。このような厳しい安全保障環境の中国民の命と平和な暮らしを守り抜き国民の負託に全力で応えていくために本年も防衛省自衛隊が一丸となって取り組んでいきましょう。 自らの手で自らを守り抜く気概なき国を誰も守ってくれるはずがありません。我が国の安全を確保するため最終的な担保は我が国自身の防衛力ですこれまでに直面したことのない安全保障環境の中にあっても国民の命と平和な暮らしを守り抜くことができる真に実効的な防衛力の構築を 防防衛衛計計画画の対抗と中期防衛力整備にに基づき、迅速に進める必要があります。イージス・アーショアの代替案については厳しさを増す我が国を取り巻く安全保障環境により柔軟かつ効果的に対応していくためイージスシステム搭載艦2隻を整備し海上自衛隊においてこれを保持することなどについて閣議決定を行いました。 今後の検討にあたってもこれまで同様防衛省全体で取り組んでまいりたいと考えています抑止力の強化については昨年9月の内閣総理大臣の談話で述べられた問題意識のもと引き続き政府において検討を進めていきます参道府防衛能力の強化については開発中の地対艦誘導弾を長射低下し スタンドオフミサイルとして開発することとしこのための経費を令和3年度予算案に計上しています自衛隊員の安全を確保しつつ相手の脅威権の外から対処する能力を強化するために着実に事業を進めていきますまた将来にわたって我が国の航空優勢を確保するためには我が国主導で第五世代機を超える次期戦闘機を 開発していかねばなりません昨年は10月末に三菱重工業と契約し開発に着手するとともに防衛副大臣を長とする推進委員会を設定いたしました。F2 戦闘機の退役・減制が始まる2035年頃に次期戦闘機の量産初号機が配備できるように本年も一層強力にこの事業を進めていきます。 そして少子高齢化の進む厳しい環境の中防衛省自衛隊の明日を担う人材の確保育成も喫緊の課題です宇宙サイバーデンジャーといった新たな領域での優位性を保持するために専門性の高い人材を確保しまた国際的な安全保障協力を進めるために多様な相手を理解し自身の考えを 言葉で伝えることのできる人材を確保することがこれまで以上に重要となっています今後も人的基盤の強化に資する取り組みをしっかりと講じていきます我が国自身の努力とともに我が国の安全保障の基軸でもある日米同盟の強化もより一層前に進めなければなりません昨年 日米安全保障条約は署名から60年を迎えまましたまさに脈々と続く絆の同盟です私も昨年11月にミラー米国防長官代行との電話会談を実施し東シナ海南シナ海や北朝鮮をはじめとするインド太平洋地域の情勢について日米が引き続き緊密に連携していくことを確認しました。 今年はバイデン新政権が発足しますが今後も引き続き日米ガイドラインに基づいて整合する両国の戦略を具体的具体化するために様々なレベルでそして様々な分野において日米同盟の抑止力対処力の一層の強化を進めていきます同時に米軍基地の所在する地元の基地負担を 着実に軽減していく必要があります特に沖縄については負担軽減を目に見える形で実現するため普天間飛行場の一日も早い移設返還などに全力で取り組まなければなりませんまた在日米軍の安定的な駐留とその即報性の維持には地元の理解と協力が不可欠であるとの共通認識のもと 米側とと協力し、し米米軍のの安全な運用の確保にしっかりと取りり取組んでいく必要があまます。また、米国以外の諸外国とりわけ民主主義や法の支配といった基本的価値や安全保障上の利益を共有する多くの国々との二国間多国間での協力の強化は我が国の安全保障にとって不可欠です。 自由で開かれたインド太平洋というビジョンを踏まえ地域の特性や相手国の実情を考慮しながら共同訓練能力構築支援防衛装備技術協力等の手段を活用しつつ防衛協力交流に取り組みインド太平洋地域をはじめとする国際社会全体の安定と繁栄に貢献していきます 同時にグローバルな安全保障上の課題についてもソマリア沖アデン湾における海賊対処行動エジプトイスラエル間の停戦監視活動等を行う多国籍部隊監視団および南スーダン PKO への司令部要員の派遣など国際社会の平和と安定のための取り組みを引き続き推進していきます。ここまで。 私が述べてきた取り組みや課題は、どれも容易に達成できるものではありませんが、防衛大臣として、常に私自身が全体院の先頭に立ち、諸君と一丸となって立ち向かっていく所存です。諸君一人一人に置かれても、日本の平和と安全は、自らの総権にかかっているという気概を強く持ち、それぞれの持ち場で、 職責を全うしてください諸君の訓練努力に大いに期待しています一方で新型コロナウイルス感染症のリスクは依然として諸君の周りに存在していることを改めて認識してください私からも常々伝えているように退院諸君の感染は舞台の能力発揮に直接影響を及ぼし任務遂行に支障をきたすものです 自分だけは大丈夫という甘い考えや気の緩みは絶対に許してはなりません。各自の行動を改めて厳しく理してください。また各部隊等指揮官におかれては感染拡大リスクを高めることのないよう引き続き隊員に対して高い感染予防意識を持って行動するよう指導を徹底し コロナ禍にあっても常に国民の負託に応えられる体制を維持してください最後に退院諸君そしてご家族の皆様のますますのご健康とご多幸を心からお祈りするとともに本年が防衛省自衛隊にとってさらに充実した年となることを記念して私の年頭の挨拶といたします令和三年一月十二日 防卫大臣基诺布。